はい、おはようございます。おはようございますかどうか分かりませんが、今からですね、福井の方に行きたいなと思います。1泊2日で夫婦で行きたいなと思いますが、その1泊目が今日なんですけど、実はですね朝1じゃなくてもう今夕方なんですよね。なんでかっていうと嫁のなんかあの眉毛のなんかしやなかんの美容関係のあれを待ってて、で家でぼーっと待たせてもらって、今から出発という流れになっています。いや、喋ってた、うん、ごめん。いいよ。で、いつものごとくセブンイレブンに行ってコーヒーを買ったり何やしたりして、福井まで3時間ぐらいかかるのでね、これは君の、お昼ご飯だよ。はい、ありがとうございます。焼き鳥いただきます。それとあと君の R 版だよ。ありがとう。そして元気になって、福井まで運転していきたいなと思います。行こうか、ほんと行こうか。よし、じゃあ今から福井に行きたいなと思います。レッツゴー。レッツゴー、いただきます。At the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive, alive forever, alive. So hear me out, I'm telling you now, we're gonna go all the way up, 'cause we got it all figured it out. For the both of us, we've been rolling out top down. Telling you now, we're gonna go all the way up, 'cause we got it all figured it out. For the both of us, we've been rolling out top down. はい、それでは福井着きました。ちょっと今現在ですね、あの福井の駅前の怪しげな地下の駐車場に車を止めたんですけど、まあ、ちょっと嫁はですね先にこんな怪しいところおる前にチェックインしといて言うて、あのホテルで降ろしてチェックインさせてますので、今はちょっとバラバラなんですが、結局あれからやっぱ3時間ぐらいかかって、結局今何時だったかな、6時半ぐらいですかねにやって、今からホテル行って、ですぐに晩飯食いに行きたいなと思います。インスタで以前どこがいいですかって聞いた時にいろいろ教えてもらったんですけど、そこ行こうと思ったら結構どこも人気店みたいで、なかなか予約とか取れないんですよ。で電話したら、うち予約やってないんで並んだ順で入ってるんですみたいな居酒屋さんとかが結構多かったんで、まあどうせ福井来たらね海鮮とか食べたいって嫁も言ってたんで、まあそれを今から食べに行くんですけど、あの福井がですね思ってる 1.5 倍ぐらい寒いんですよね。そやから今日はマウンテンジャケット着てきて大正解やったんですけど、嫁にも今日絶対寒いでって言ってるのに、うちのお嫁さんはですね薄着で着てるのでものすごい寒がっておりますが、もうこんな感じでね暗なってるんですよ。ブレードダウンしたってこと？何やこの作り。寒いぞ、その格好やったら絶対に。現在タクシー待ちです。そう、隣にはいてません。お土産を見に行ったらしいです。地域限定クーポンもらったりと喜んでました。すいません、お願いします。場所は分かされてないですよね、まだ。あ、そうなの、ね、どこやったっけ。福井駅の吉神って分かります。あ、吉神です。すいません、お願いします。あ、カニがあるんですか。今ほら、1年前に解禁だって今。あ、越前ガニ。食ったらカニって言えば高いんや、やっぱ。何でも食べたいな。ズワイガニは高い。あ、すごい恐竜だ。恐竜。え、ここつかなかったの。ここ車で来たんですよ。ちょっとここまで距離ある歩くなと思って。え、やば。確かに恐竜だ。はい、すみません、ありがとうございます。来たぜ。のんべなるぜ。福井駅の真ん前やん。
か。あのパンパンやねんって。あ、そうなんだ。そらあかんわ。おー、いいね。あ、カニ、ついとる。書いてあるで、ここ。いけるかしら。どこか。まあ、ちょっと来てき。はい。さあ、前乗り、福井、乾杯。乾杯。うめえな。高いかな。絶対うまいやつやん。カニ来たし。もうあのカニをそのまま食べるようになってるから。見てたね。うん、食べちゃって。シャッシャッ。食べないのタック。固まっちゃうからね。固まってもいいんやったらいいけど。ちょっと待ってよ、今やってるじゃん、思い出写真。そっか、また見返すんか、うん、休憩中は見んの、うん、違う、いつか見るんだよ、いただきます。ちょっと、何も配分考えてなかった。よし、これで OK。 じゃあまず、うん、すごい。あ、うまっ、うまっ。このブリのステーキ食ってるみたい。ブリのステーキですか。なんかカニめちゃくちゃうまいよ、うん、カニの味がする。うまっ。ハイボール行っちゃってよ、うん、そのまま。そうね、うん、ハイボールウィーちょっとわさびちょんちょんして、うんうん、ステーキかなと思った。臭み全くない。わかめついちゃった。じゃあいただきます。福井県民はこれを食べてなかったと思うよ。マジか、うん、ちょっと多分住みたいと思うと思うで。うん、ステーキだ、うん、うまっ。ここもアップっていいな。めっちゃうまいわ。あと何パーか。めちゃくちゃ美味しい。あとかがいいよ絶対。はい、ということで行ってきました。どうでしたか。いや、美味しかったよ。どれが一番うまかった。カニ。カニ？カニだけど刺身うまかったな。最後の味噌汁もうまかったな。味噌汁めっちゃうまかった。カワハギの味噌汁。カワハギの味噌汁。で今からはなんか恐竜みたいということで恐竜見に行ってます。駅前の。これで写真撮って2軒目行くと思います。もう電池が切れそう。それでは写真を撮ってきました。はい、今からは2軒目に行きたいなと思います。2軒目は、これも視聴者の人に教えてもらったお店に行きたいなというふうに思いますので、そうやったかな、ちゃうか、分かんない。では行きたいなと思います。ということで無事戻ってきました。あとはちょっとこのまま引き続き飲んで明日に備えて寝たいなと思います。あのメインはね、明日のために来てるので、今日はあのあくまでも前乗りなので、今からは、今10時ぐらいか、9時半やな、9時半からちょっとだけ飲んで明日のために寝たいなと思います。では、明日会いましょう。ごきげんよう。あ、そうなんや。チェックアウトの時間となりました。バタバタしましたね。ただいま現在が9時で10時から撮影ということで、まあ、車で10分ぐらいのところにあのお店があるのでそんなに遠くないんですけど、まあ、ちょっと早めに出てモーニングでもしてから行こうかいうことを言うておりますが、いや、おはようございます。どうですか今朝は。今日はちょっと忙しいですけどね。うん、なんか体疲れてるわ。あ、そうね。なんか足も疲れてるし、肩疲れてから。
今日カニ堪能したからね。よかったね。まあそんな高いカニは食べられなかったけど、メスの方のカニ、メスガニ。あ、どうぞ。あ、どうも。めっちゃ外れた、めっちゃ濃いのにうまいな。それでは今からは朝食タイムと行きたいなと思います。セブンイレブンで買ってきたサンドイッチ。もしもし。ああいいよ、どうぞ買ってきて。うん、なんか栄養ドリンクいるって言われて、なんでそんなんいんのって言ったら、私体疲れてるからって言ってたんですけど、僕はいらないって言ってきました。なんかこの旅の Vlog あれですね、僕ばっかり映ってるから、ほんまに嫁と来たんかっていう感じだけど、嫁もおるんですけどね。やば、細巻きとか久しぶりに食べるわ。ああ。細巻き。ああ。細巻きもあったし。あ、そうだよ。うん、前も細った方がいいんちゃう。そう。うん。いや、俺やったら嫌やっていうだけな。俺が店員やったら納豆する匂いする嫁さん来たら嫌やなとは思うんだよ。朝から。大丈夫だ。今から飲んだりするし。そっか。うん。どうしようどうしよう、栄養ドリンク買ってきた、うん、使えてんの。昨日いっぱい運転もしたしな。してないって乗ってるだけやて。はい、それではさっき撮影終わりました。まあ、これはですね、多分明日か明後日か動画出すと思うので、店内買い物動画を出すんですが、買い物動画楽しかったけど、買い物動画ってな、楽しい分疲れねえな。うん、今からは君の友達の女の子とランチ行くねんな。年だけの方に。うん。だから今からランチに行きたいなと思います。ランチは結構おすすめしてもらってたヨーロッパ圏っていうところに行きたいなと思うけど、まあその子次第か。うん、はい、ということで、無事本日の仕事が終わったと思いきや、また昼からもね、撮影のお仕事があるので、一旦まあここで、オフモードに切り替えて旅行を楽しみたいなと思います。ペコリ。それではヨーロッパ圏へ到着しました。こちら、ということで、3年ぶりの再会でしたね。3年ぶりかな、分かんない。4年ぶりぐらい。うん、めちゃくちゃ久しぶりぶり。よかったね。よかったね。めっちゃ楽しかったもんな。マシンガン撮ったこの旅行で一番楽しかったんじゃん。でもそうかもしれない。申し訳ないけど。いえいえ、申し訳ないことない、全然いいやん。本当に楽しかった。うん、俺のカニとか寿司とかさ、いろいろ運転もずっと往復6時間させてもらったけど、はい、一番楽しかったのが友達と会った時間。わしの時間はどうなってもいや本当に楽しかった。まあよかったよかった。何分1時間ちょっとかな。そうやな、それぐらいな。あっという間でした、本当に。面白かったでしょ。まあまあまあいい子やったもんな。うん、まあ以上で福井はもうこれあとはもう帰るけどもやな。はい、これはまあただ帰るだけじゃないな、この後まだもう一個仕事があんねんな。それが、まあ行くしかない、竜王アウトレットでの買い物動画っていうあれがあるから。まだどういう内容か知らんやろ自分。うん、知らないよ。まあ、俺しか知らんからな。え、だからまあ、だからその買い物は買い物でまた動画回すから、それはそれでまあ見てもらったらいいかなと思うんですけど、それの撮影をして、で買い物ばっかりやんけってなるかもしれんけど、今回その竜王のアウトレットはどっちかって言ったら君の買い物やからさ。私お金持ってきてない。
まあやからさ、サトチャンネルのファンの人と似てるし喜んでくれるわけやんか。そうか、でも結局さ、おう、なんかサトチャンネルさ、たくさんで言ってくれてるやん、やってくれてるしみたいな、うん、だけどさ、例えば服この前もさ、おう、結構1万円ぐらいか買ってくれたじゃん。おう、でもさ、別に1万円前稼いでないやん。ああ、いやだから俺別にこれ何歳その先行投資やと思ってるからもういずれ帰ってくるんやと俺は思ってるからさ君のチャンネルではすぐ帰ってこへんからさ、でしょ、うん、だからまあ別にいいよ、いずれ帰ってくると思ってるから、だからそれは全然いいねんけど、だから俺が優しくてやってるわけじゃない、これはいい、優しくないよ、俺優しくてやってないから全く、顔がマジマジマジ普通にあのサードチャンネルのためにやってるだけ、事業としてやってるから、運営してるだけやから、だけどまあそれで行くからもう福井はこれで終わりやねんけどさ、うん、なんか思い出としてはさ、うん、福井の思い出は何やった？その友達の本当に私のメインそれだったかもしれん。今回俺のさ福井の思い出はさ、うん、人っ子一人おらんしかない飯とかじゃない、人っ子一人おらん、もちろんカニも美味しかったしちょっと俺も食べたけどさ、あとヨーロッパ圏、うん、のソースカツやったっけ、 あれもうまかったしさ、うん、福井のソウルフードなんやなと思いながら食べさせてもらったけど、まあいろいろ紹介しましてありがとうございました。でもこうやってさ、こうやって動画撮ってるじゃん、うん、人歩いてないもんね、おらん、チャリンコもいないしさ、人も歩いてないんだよね、そりゃ不思議、みんな車で生活してる。まあ、そやから福井をもう出るというわけなんですけども、まあ、またね、あの機会があれば行きたいなと思いますので、今回お勧めしてもらった方ありがとうございました。今からちょっと滋賀の方へ向かいたいなと思います。ではレッツゴー。はい、それでは到着しました。今からリオアウトレット行きたいなと思います。はい、ということで買い物終わりました。めっちゃ疲れしております。危ないで、もう皮もテカテカなってんちゃうか。これはね、おそらく多分後日出てると思いますが、動画はちょっともう疲れたよね。こっからまた帰らないといけないよね、大阪まで。帰りましょうね。よし、行くぞ。はい、たっくんこれで完璧しようぜ。完璧どうした、うちは止まってる。はい、ということで無事我が家のマンションに帰りました。安全に帰ってこれてよかったなと思いますが、どうでしたか？あのここで問題なんですけども、一番最初の僕と今の僕、大きく違うところがあります。さあ、それはどこなんでしょうか？もちろんあの疲れ果てて顔が死んでるっていうのはもちろん最初から見てもらったそうなんですけど、分かる方いますでしょうか？もしかしたらよく僕を見てくれてる方は分かるかもしれませんが、なんと福井の、居酒屋行きましたよね、1軒目で。2軒目行く時にはもうすでにピアスがなくなってたということで、今ずっとピアスがないんですね、途中から。これはなんでないんかっていうと、なくしたんですよねっていう、まあ事件はあったんですけども、最後嫁さんに感想を聞きますね。すごい楽しかったし、カニも美味しかったんだけど、なんだかんだ友達に会えたのが一番楽しかった。よかったです。じゃあまた、はい、次はどっかの旅行でお会いしましょう。はい、では見てもらってありがとうございました。ペコリ。